今日のマーティー君。はい、マーティー君。マーティー君ですね、服を今着てますね。これどこの服だっけ、クラッシュドッグって書いてあるのかな。似合うねーマーティー君。赤がちょうど似合うじゃないですかね。え、 S サイズでやや大きめって感じなんで、多分これぐらいでいいのかな。はい、ということで今日も本編ご覧くださいませ。はい、こんにちは、まえちゃんねるまえはるです。今日はこちらですね。うん、レゴスターウォーズのオクトーアイランドトレーニングです。はい、こちらもですね、この前紹介しました ATST、うん、あれと同じ日に発売されたものですね。ちょっと待って、え、これまたネタバレじゃない？え、これもネタバレかな。あ、そうじゃない。でもほら、これは別に予告編でも出てたけどいいじゃないか。いいじゃないか。はい、ということで完成しました。こちらがオクトーアイランドトレーニングですね。うん、オクトーってのルークがいた島だ ね。そうね。ちょうどここにルークがいますけれども、うん、これがルークの家みたいな感じになってます ね、うん、ここね、布になってんだけど、まあ、ちょっとこの辺は劇中とは若干違いますかね。うん、はい、こちらにポーグがいますね。お、はい、でレイはここにおりますね。うん、はい、ライトセーバー持ってるんだけど、今これね回るんだよね、これ。うん、だからこれをこうブシャーンってブシャーンってやるみたいな、ブシャーンブシャーンと。でこちらの家はレゴでおなじみなんだけど、屋根が取れますね。あ、本当だ、簡単に取れます。はい、で中はこのような感じになってますね。ここにでっかい魚あるよね。でここはこれベッドかな。あ、でこれがベッドっぽいね。うん、これ一応ね上に上がるようになってます。本当だ。でここキッチンなんだけど、キッチンもこの部分が取れますね。おいしょ。はい、でここの中に何やら野菜っぽいのが入ってます。うん、はい、でここにレバーがあるんだけど、うん、でルークがですね、こうフォース使ってこれ柱を取るみたいな、そうだね、はあ、そういうギミックがあります。レイがいるところあるでしょ、これね、こっち引っこ抜けるの、うん、で反対側にくっつけるとか、うん、そういうことができます。うん、この辺はレイアウト自由じゃない。前も取り始めます。おで一応岩があって、これね、ぶった切ると中にこれクリスタルみたいなのが入ってるのね。お、これはね、劇中に出てこなかったと思うんだけど、うん、なんだろう、これカイバークリスタルかな。そうだね、ライトセーバーの元かもしれない。うん、でミニフィグはこちらですね。まずこれルーク・スカイウォーカーです。でおじいちゃんだったルーク・スカイウォーカーで、ちゃんとこれは白い衣装だね。うん、エピソード7の最後でも出てきたやつです。うん、で棒持ってるんだけど、これね、ちゃんとね、右腕ちゃんとロボットってやつね。そうなってんだよね。うん、ルークはですね、こう髪型取ってお顔をくるりと回すと若干怒ったような表情になりますね。そうだね。うん、続いてレイですね。うん、レイはこれオクトーにいた時の服装になってるね、ちゃんとね。うん、で、スタッフを持ってるんだけど、一応ライトセーバーも付属してました。はい、でレイも同じように顔をくるりと回すと若干ムスッとした表情になってるね。うん、何よ、なんかちょっとイライラした感じの表情。はい、最後にこれがポーグですね。ポーグはレゴになっちゃうとあんま可愛さが。そうだね。深刻。深刻。何だ。光。暗闇。バランス。あ、島の奥から暗闇が見える。そっちへ行ってはダメじゃ。ああ。闇に飲まれたな。わしは帰る。バキッ。 あなたがカエルレオンを生み出したの。なんじゃと。カチン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 。うわあ。ああ。ああ。わしの髪が。あら。ごめんなさい。てへ。はい、ということで今回はレゴスターウォーズのオクトーアイランドトレーニングでした。はい、ということで今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方は、ぜひいいのボタン、高評価、グッドライクお願いします。はい、そして今日のおすすめの動画はこちらの方に出てますので、ぜひチェックしてみてください。はい、どうぞチャンネル登録はこちらからよろしくねということで今回は以上でございます。バイバーイ。